壁を使った末端ワークをやりたいと思います。まあ、こうやって壁に体重を預けてしまいます。でこういうふうに骨盤を当てるんじゃなくて、こういうふうに完全にもう腹筋の力とか使えない形にしちゃうわけですね。それでこうやって手を伸ばしていくと、その手の運動でもって体が前に持っていかれると。で慣れてきたらだんだんこの壁をから足を離していって、でもう本当に完全に預けちゃって、それでこうやっていくと、で うまくいかなかったら今みたいにうまくいかなかったら少しずつ壁に足を近づけて、またできるとこからやっていいんで、でこうやって、でよくやりがちなのが頭で上に押しちゃうんですよ。こうやって頭で押して、それなしで、あともっと一歩もっといかない、こう手を前に出そうとして、どんどんこういうふうになっちゃうんですね。でこういうふうになってると、こう背骨が丸まってるから、手を伸ばしてるつもりで体を壁に押し付けてる力が強くなってしまうので、だからうまくいくときには、これがこういうふうに背骨がどっちかというと伸びてる側に伸びてくるもんだったりしますんでね。でもうどれだけ遠いとこから行けるかチャレンジしてみると、こうして、もしうまくいかなかったら、あとはこういうふうに伸ばすのがうまくいかなかったら、ちょっとこう投げ出してもいいですね、手を。これ投げ出して、ふってやって。で、片手投げ出してみる。投げ出してみる。上手に投げ出してみる。あるいはこう、こういうふうに投げ出してみる。みたいな感じで、もう本当に壁に体重を乗っけちゃったところから、手を投げ出す動きで前に行ってみる。っていうのをやってみると、本当に末端ワークで、こう腰から行っちゃったりとか、足から行ったりとか、この先っぽから行ってるつもりで結構体幹とか別のとこから動きが始まったりするので、そうなってないかっていうチェックとして、とても良かったりします。やってみてください。